はい、どうもさんこんにちは、ノアです。今回ですね、今トレカーバンクルさんに来てるんですけれども、ある方をですね、今回はお呼びしております。どうぞ。はい、銀馬マンさんです。こんにちは。いやー、今回です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。銀馬マンさんなんですけど、エリア大会ですね、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。実はこのトレカーバンクルさんに、エリアバインダー飾ってあって、ちょっと見せてもらってもいいですかね。はい。はい、こちら現品のエリアバインダーにユニバースツアー2018エリア代表ヒーロー決定戦と、はい、いやーめちゃめちゃかっこいいですね、これ。かっこいいですね、もう悟空がかっこいいです。悟空がとにかくかっこいい。ちょっと裏面も見せてもらっていいですか、はい、こんな感じですね。めちゃめちゃ豪華になってて、はい、まあヒーローアバターが全部乗っかってるんですよ。乗ってます、乗ってます。新しいクラスアップのね、アバターがそう、超ゴッドクラスアップのアバターがもう全部乗ってて、はい、めちゃめちゃかっこいい。で、まだ開けてないですかね。開けてないですね、まだ。この状態でもらった感じで。そうです。すげえな、ちょっといいですか。めちゃめちゃすげえ。実際エリア会場にもね、展示してありますんで、皆さんも見れるかなと思います。だそうです。エリア会場行けない方でも、トレカーバンクルさんにね、これ置いてありますので、ぜひここにご来店していただければ、いつでもそこらにね飾ってあるんで、皆さんもね、ぜひ手に取って見てみてください。という感じで、今回なんですけど、ギーママさんとですね、オリパで対決していきたいなと思います。で、オリパについてなんですけど、ラリーゴさんという方に作成してもらったオリパです。今からお前さん方に A、B、1つずつ C、D から1つずつ選んでもらってオリパを開封してもらう。で、ファーストチャレンジとセカンドチャレンジに分かれてて、これが A、B、C、D って感じですね。で、この中から1つずつ選んでもらって開封していく。で、ルパン形式です。銭形のとっつぁんに見つからなかった方が、最後のこちらですね。お宝オリパが手に入るという寸法らしいです、はい、めちゃめちゃ手が込んだ、オリパとなっております、はい、ということなんで、最初にですね、じゃあファーストチャレンジ、はい、手流すじゃあとりあえずまずはファーストチャレンジから、はい、AB あるんですけど、はい、どっちがいいですか。まず銀ママさんから。僕選んでいいんですか。どうぞどうぞ。じゃあ僕 B にします。 B で、はい、じゃあ銀ママさんから開封してもらいます、はい。じゃあ B 開けますね。はい、すごいなんかワクワクしますね。何が入ってるか。めちゃめちゃ梱包もね、綺麗に。丁寧ですね。さすがお風呂のリパ。さあ、まずは、はい、赤スリーブ。お、これスリーブによって何かあったりするんですかね。かもしれないですね。じゃあまず天使派始まり。はい、なんかスリーブがあるんで、ここが多分何かある。それが当たりのカードですね。おお、テンクス。あれ、これ僕持ってないです。初めて見ました。これに関しては。これ何のやつですかね。PUMS。はい。なんだろう。なんだろうな。多分後で調べて。やばい、にわかがバレてしまう。で、次いきます。そしてベジータ。はい、前回の SR ベジータからのお第一巻もう突破しましたよ。チャレンジ成功。これはあれか、銭形が来なかったっていう。そうです、来なかったみたいですね。で、おお、すごい。黒画面の最新の UR 入ってる。ブラック UR。ありがとうございます。普通に UR 入ってる。はい。で、フリーザーですね、最後に。はい、ということで突破ということで、次はノアさんが開けていただくということで、はい、じゃあ僕のチャレンジいきます。はい、ファーストチャレンジの A パックですね。さあ、次元あたりがね、ちょっと出てくれると嬉しいですね。僕の大好きな、もしかしたらルパンが出ると、はい、まあシークレットが確定とかあるかもしれないですね。はい、あ、スリーブでは同じなんですね。スリーブが赤スリーブ始まりで同じと、はい、さあ、裏が孫悟飯。お、同じですね。また天津飯始まり、そういう感じからの。あ、ベジット。あった。たださっきのやつはブースターパックじゃない。ブースターかもしれないですね。PUM、あ、そうですね。ブースターの、はい、ベジット3です。で、ヒットの冷たい眼光ときた。おお、きた。おお。しかも本当に来ました。本当に来ました。はい、第一関門突破。で、後ろが孫悟飯青年期で。おお、仮面のサイズ。PUR の仮面のサイズいただきました。はい、これはまあトントンという感じなんですかね。はい、ファーストチャレンジはどちらも銭形に捕まることなく突破と。じゃあ続いてセカンドチャレンジいきます。じゃあ今度は僕が選んでいいですかね。はい、大丈夫です。はい、セカンドチャレンジの C、D っていうふうにあるので、じゃあ僕は D をいきたいと思います。わかりました。じゃあ C どうぞ。じゃあ開けたいと思います。はい、セカンドチャレンジいきます。ここで終わる可能性ありますけど。ありますね。もう次がもう安心して開けられちゃうと、見つかってしまうと、いやー緊張すんなこれ。これはなかなか緊張する。さっきはね、まあ多少安心感ありましたけど、ここからはね、あ、同じ赤ですね。赤スリーブとで、おコスプレする始まりで、次がなんかピンク色のものが見えてる。お孫悟飯背抜きキャンペーンですね。さあカウンターラッシュが来て、次がめちゃめちゃドキドキします。ドキドキします。おお、孫悟飯ここで来ちゃう。最後いきますよ。はい、ここ多分次最後だと思います。いきます。待って待って待って、せーの。おお逮捕された。ここで終了だ。ちなみに裏面はおい、そうだ。なんでこれで逮捕されてベシッとするの。それはで、最後アバターナメックですね。逮捕されたけど、ここで逮捕されたが、ギーマンさんはベジットゼノ。はい、ということは逮捕じゃないと一体どんなカードが来るのか楽しみですね。そうですね、ここでシークレット来るとはちょっと踏んでなかったですね。じゃあ次はノアさんお願いします。わかりました。そうかそうか、ギーマンさんが逮捕されてしまった。結構リアルなこと思い出してきた。さあ、また赤スリーブからのカトペスラ始まりですね。最初はやっぱ同じなんですね。最初は同じらしいです。で、2枚目がまた孫悟飯のキャンペーンが来ました。お、これはバーダックの UR。 そして後ろがあとガヨシンアバターのアバターカードと、さあ次がお、これはフジコ。はい、おめでとう。強運などたりご褒美があるのいいですね。はい、どうぞ。じゃじゃん、ジレンシークレットやったぜ。おめでとうございます。最後のお宝を開けてちょうだいということですね。こちらになります。はい、ということでね、とっつぁんに見つからなかった僕がお宝を開けていいという権利をね、藤子から受諾いたしましたので開けていきたいと思います。お宝って書いてあります。めちゃめちゃ豪華そうな、さっきのベジットよりゼロよりもっとすごいの入ってるんですよね。そうですね。赤スリーブ始まりで、またブースターパックのゴジータが来てますね。はい、1枚目がゴジータで、2枚目が孫悟空 GT のレア。はい、シュンシュンのキャンペーン懐かしいですね。これそうですね、よくたどり着いたな。こいつは俺様のプレゼントだ。気に入るかどうかは俺様は知らねえけどな。ルパンからのプレゼントを後ろがディスポで、しばらくお待ちください。すごい身勝手の刻印。おめでとうございます。マジか。マジいいんすか。いい子さんちょっと豪華すぎませんかね。ちょっということで、はい、お宝から、身勝手の極意が、はい、出てしまったんですが、はい、ちょっとおさらいしますかね。出たかね。します。じゃあ僕から最初に出たカード第一関門突破した時はこちらの黒仮面のサイヤ人が出ました。最初はね、はい、ブラック UR 始まりと、次がね、はい、僕が、はい、こちらですね、ブラック UR 同じく、仮面のサイヤ人、はい、でその次ビギンバマンさんが開封して、あ、そうですね、逮捕されちゃうんですけど、ご飯からのベジットゼロですね。これすごいですね。すごいですね、はい、これ逮捕されてるはずなんですけどね。おかしいな。はいで、僕がね、はい、バーダックとジレンだったんですけど、はい、最後の最後でお宝身勝手の極意、ゲットすることができました。という感じで今回はですね、今回負けてしまったんで、次また機会があったらぜひ対戦したいなと思います。そうですね、今度はオリパーじゃなくてヒーローズで勝負、エリア代表の銀馬マンさんとヒーローズで勝負していきたいなと思います。昔ね、勝負してるんですけどね。そうですね、まああの時はちょっとね、お互いはネタデッキだったというかね、まあ本気じゃなかったんで、今度はねガチンコで銀馬マンさんとね勝負していきたいなと思います。よろしくお願いします。という感じでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。すごいですね。神回だ。ありがとうございました。でも、もうここ来て、ジレン来た時点で、あれっていうのがあって。そうなんですよね。で、こっち来た。おおって。お宝で。身勝手。すごい。こっちの身勝手でした。これくらいだったんですか、全部。これ、全部で1万。だから、ここで大体1万円近くいってるというか。販売価格だといってますね。もう1万超えてますね。え、身勝手って今いくらぐらいですかね。今9200円とか。すごいですね。やっぱ高いな。今回の身勝手がちょっとね下がりしてますけど、ちょっとああ確かに一段身勝手はもう一回上がるんじゃないですか、どっかのタイミングで。まあベジットブルー的な感じでなんかじわじわ上がりそうですよね。やっぱカードデザインもそうだし強いですよね。強いです。もう単純にこれ6で打てるんで技、それも強いですね、出しやすいですもんね。で究極バーストも相性いいし、